皆さんこんにちは、トニー・モリです。今回は私のナパ在住の友人のキッチンでこれからワインに合う簡単な料理を紹介させていただきます。最初にですね、簡単にできるツナカレーサラダを皆さんにご紹介したいと思います。まず最初にですね、普通のマヨネーズですね、これを用意していただいて、これをボウルに入れていただくと、このぐらいですね。これにですね、カレーパウダーですね、カレー粉、これをちょっと入れていただくと、それにですね、ちょっと隠し味でお醤油を軽くこう隠し味で垂らしていただくと、こんなもので結構ですね。でこれをこれにですね、ご飯ですね、これを少し混ぜる、これでちょっとかき回していただいて、このツナ缶ですね、まあ今日は白マグロのツナ缶です。これを入れていただく、これは必ず水分を切ってですね入れていただくと。次にですね、塩コショウですね、軽くこう 塩とショートンペーパー、軽くこう、あとはレタスだったら何でもいいんですよ。今日はまあミックスグリーンサラダということで、これをまあ混ぜていただくと。あとはですね、こちらにあるきゅうりですね、このきゅうりを入れていただくと、それにですね、セロリですね、薄く切ったセロリ、スライスしたセロリをこう入れていただくと、まあ、本当はラディッシュがあるといいんですけども、今日はちょっと手に入らなかったんで、まあ、色出しということで薄く切ったですね、人参をこう軽く入れています。で、まあ、あとあれですね、貝割れなんかもちょっと入れていただいたらアクセントになっていいんじゃないかなと思いますけども。でも、まあ、あとは盛り付けていただくと、いやそんな感じですね。こんな感じでもこれでですね、もう簡単にできるツナカレーサラダの出来上がりということで、いかがでしょうか。それではツナカレーサラダにですね、今日は、セントスープリーのオーナインソーヴィニヨンブランで、合わせてみたいと思います。いい音ですね、この音が。シトラスのですね、アロマがぐっとこう鼻につき上がってくるような、美味しいですね。じゃあちょっと失礼してですね、ツナカレーサラダを食べてみたいと思います。うん、素晴らしい。結構な味ですね。皆さんもこのツナカレーサラダを簡単にもう5分ぐらいでできますので、皆さんもお試しください。